どうも、お疲れ様です。即価塾の久保です。今日はですね、FX オリガルヒと即価塾限定動画、同時にお送りするこの6時台の相場解説なんですけども、ちょっとしたポイントがきますよ。で、今日の材料は、8時50分に日本、それから21時30分にアメリカとありますんで、その間、まあ、つまりね、えー、午後にならないかな。そうですね、午前10時とか11時あたりから、 午後18時から19時ぐらいまで。この間ってのはテクニカルで十分勝負ができると思います。え、そして今ご覧いただいているのが W は右辺が強いってやつですよね。今までこういう風うな図ができていました。この三角形が一個あるでしょそれから似たような三角形の小型がこういう風うにあって、さらに私数日前に申し上げましたよね。もう一個ちっちゃい三角形がフラクタルで続くんじゃないかなっていう。で、これはですね、ここの W と、あとは、 これを1個としてですね、全体を W として見たときの、あの、ダブルのダブルに囲まれてるっていも考えられるわけですよ。そうなると、ここを突き破って上に行ったときっていうのは、かなりの上昇速度がつくんではないかなっていうところでした。で、前回この話をしたのはまだね、3つ目の W の、ここが育ってないときだったと思うんですよ。この辺に来たときだったと思うんですよ。ここを破ったらどうこうって言ったのね。 でも実際今破りつつありますよね。すごく今瀬戸際です。まあこれがデイリーですね。で4時間を見ていくと、これもまたよくわかるんですけども、ほら、これね、材料でここまで飛び出たところまでは、あの、特に妨害空間がないんで、進みやすいわけですよ。で N を書きながら上昇していって、今同じ数字に来ましたよね。だからね、今日ね、午前中の間にここを抜けるかどうか見れるんじゃないかなと。抜けたらね、 18時とか19時まで倍一辺とで押していけるっていうふうに見えるんですよねで1時間を見てみるとどうでしょうかともう一方的に上昇してますよね前回お話したようにここのヒゲヒゲをブレイクポイントとしてこう抜けたところそこを支持点として上昇して N を書いて 上に上がっていくところね。細かく言えばここも N だったりしますけども、細かすぎるんで1時間以下の時間軸で見る場合はここが N になってることだと思います。ということで上昇の勢いはとどまらないわけですけども、こっからね、138円とか今日中に見える部分もあるかなと思います。ですので午前中に例のえっ、ー、と4時間とかだね、4時間もう一回見ていますけども、 このポイントを超えるようだったらもう倍でエントリーしてもいいんじゃないかなと。ゼロトレードのシュートは言いましたけども、ここぐらいはやってもいいでしょう。というところでね、午前中、ここを本当に破るのかどうなのか見ていきましょう。そうですね、だいたい137円の800とかね、いったらもう破ったと判断する。遅くても870を超えたら破ったと判断して、あ、今日中に138円いきそうだなっていうことで倍を入れてもいいんじゃないかなと思います。ただし、21時まで。 まあそうですね。20時ですよね。20時には全ポジションを決済して、テクニカルからファンダメンタルに移るというところにね、備えていただければと思います。それでは本日は以上です。本日以上というかね、また追加しますね。午後にでも追加しますので、よろしくお願いします。